こんにちは岸田総理が素晴らしししい発表をしました女性の経済的自立を推進ということですねいやこれはいいじゃないですかでも私ちょっと言いたいんですけどもぜひねこの女性ってところをロスジェネ世代っていう風に書き換えてもらいたいんですよ岸田総理ロスジェネ世代の経済的自立を推進っていうのはやってくんないんですかねそもそも女性の経済的自立の中にロスジェネ世代の女性っていうのは含まれるんでしょうかそれとも含まれないんでしょうかどうでしょうか 岸田総理は「女性の経済的自立は新しい資本主義の中核です」「誰しもが生き生きと暮らせる社会を実現するには女性の立場からの視点を制度や政策に反映することが欠かせません」と言われてますけども岸田総理ぜひねこの女性ってところね「ロスジェネ世代の経済的自立は新しい資本主義の中核です」っていうふうに言い換えてもらいたいんですよ「誰しもが」のところ「ロスジェネ世代が生き生きと暮らせる社会を実現するためには」 ロスジェネ世代のの立場からの視点を制度や政策にぜひねね反映ししてほいいと思います、ねはい、今回ね、ちょっと短いんですけども、こうやってね、女性の味方をするりして、ロスジェネ世代を切り捨ててませんか岸田総理。一体、自民党の政策によって失われたロスジェネ世代、まさにロスジェネなんてね、名前つけられて、ロストしてるわけですよ。どうしてくれるんだどうしてくれるんですか